はい、今回まもなくマイナーチェンジを実施するアウトランダー、現行見積もりながら改良点と性能オプション関連値下げの相場最新納期について紹介していきます。マイナーチェンジ後の価格とか発売時期の方ですね、紹介しながら見積もっていって、ブラックエイション上級が P ですね、安い方が G となっていて、でエブングレーですねベースに設定されていて、今回 P グレーですね、 PHEV 2.4 リッターで、マイナーチェンジ版ではですねムーンストーングレーメタリックを追加、モートンとツートン設定があってですね、マイナーチェンジ後に関してはモートン8色、ツートン5色の計13色となっていて、で今回は料金かからないブロンズですね、こちらを選択して、このカラーラインナップにあったんですね。でインテリアからマイナーチェンジ後に関して6色設定されていて、セミアリンレザー最上級ですねのみの設定で、 P グレードは基本的にレザーシートで、 G グレードに関しては合皮ですね、ブラックサドウターンでブラックライトグレーがあってですね、22000マイナスっていうのはシート表皮やセミアリンレザーからですね、レザーになることによって22000安くなってですね、まあセミアリンレザーブラックサドウターンのインテリアカラーを選択して、8月1日にですね先行情報は公開、マイナーチェンジ後のティザー動画が8月30日にですね公開されて、デザインが一新して走行性能のアップ、 EV 航続可能距離がですね 15% 近く向上して、でオプション類としてパッケージング、前後ドアエコプラス ETC2.0 151,030円ですね、こちら選択で、マイナーチェンジ後に関しては P エグゼクティブパッケージを設定、 12.3 インチのですねナビを搭載、あとはヤマハと共同開発したですねプレミアムオーディオシステム12スピーカーが標準装備となっていて、でパッケージングの方をつけたんで ETC2.0 をつけずにですね、でこいつはとドアエコ関連こんな感じですね、リアビューカメラクリーナーちょ高いんでつけずに、マイクロ SD64GB、 ここら辺も Amazon で購入したんですね、もっと安く購入できて、でパッケージその他オプション5エクステリアカラーで、ルーフレールメイクオプション設定3万3000円ですよね、電動パナマサンルーフもメイクオプション設定で14万3000円ここにつけといて、ガーニッシュ関連のパッケージングはつけずにですね、エクステリア質感が上がってシルバー加色メッキパーツが増えてますかね、ティザー動画の方が公開されてですね、でこいつのガーニッシュ関連がこんな感じの価格帯ですね、テールゲートスポイラーでホイールロック8360円プロジェクションイルミ純正品にしてはかっこよくてですね4万5100円で、でアウトドア向けのですねキャンピング向けのオプションが並んで、普通のバイザーもあるんですかね、エクシードバイザーっていうのがあって34,540円、まあ、つけといて、ミラーカバーマットガードこちら安いですね、さっきの外して
サイドバー、ドアハンドルカバー、インナープロテクター、故障選択、テールゲートガーニッシュ、ディアンパンパープロテクター、22,000、フィルムもあったですね。でナンバープレートフレームがあって、安い方で一番安いのあと5,940円ですね。フロントリア、盗難防止があって、インテリア、フロアマット、一番安いウェザーマット、こちらですね、選択して54,560円。マイナーチェンジ後に関してはですね、 2AC と5名乗車も P グレードに追加予定で、現行だと3レシート7名乗車のみですかね。で、インテリアイルミ、フロア、足元部分コンソールイルミですね、2点セットで、つけといて、個別でもですね設定されてるみたいで、ワイヤレス充電、イルミネーションマット、こちらですね、さっきのセットオプションに含まれているイルミ関連で、パーソナライズインテリアイルミで、フット部分ですね、電池式セーフティーイルミネーション、スカフプレート光るタイプで、三菱って全体的にオプション類高くなってるんですかね。前見たとき安く感じたんですけどね。ドアスイッチパネル、ここは変なやつですね。 UTT バック、 LED バルブ、テールゲート、マップルームランプ、リアもつけといて、バイティミラーも LED 仕様ですね、にしといて、安心安全、チャイルドシート、ジュニアシート、ボディカバー、チェーン関連、防災キットがあって、ラケッチキャリア、 UTT パッケージ、ラケッチソフトトレイですね、こちらつけて、ラケシトレイもあって、ネットカバー、その他ブレード関連ですね。で、見積もり結果で、マイナーチェンジ後の車両価格、ベースが526万弱か、最上級668万弱ですね。で、車両本体 P グレード602万3600円、メイクオプション176,002、ディールオプション548,130円に諸経費109,800円、PHEV なんで需要税とかですね、環境性能割がかからなくて、で、ちなみにマイナーチェンジ後先行予約特典として3つからですね選択できて、1つ目がヤマハサウンドバー、2つ目がヤマハヘッドホンで、3つ目がディールオプション7万円分ですね、つけるみたいで、まあ値引き額、マイナーチェンジが渋いみたいで、車両本体かゼロっていう店舗もですね多いみたいで、で、納期の方はまだ詳しく分かってないんですけどね、まあ店舗によっては3ヶ月前後っていう話があって、見積もりの方はですねもうすでに始まってますね。で、車両本体プラスメイクオプション、ディーラーオプション、諸経費合わせて、アウトランダー PHEV P グレードで685万7530円ですね。まあ細かいオプション類とかメンテパック延長保証コーティングつけていけば720万変わってきそうですけどね。はい、今回三菱アウトランダー PHEV P グレード見積もりながら、マイナーチェンジ後の情報とおすすめのオプション関連、ネイキャコン相場、最新納期について紹介しました。